嫌い。 どうして他人のメリアに勢いを盗み合いすんのよ。いい加減にしてよ。もう俺はお前の父親だ。考えなくてもわかってる。私はお父さんを殺したの。だからお前が生まれたのは誰のおかげ。え、学校に行かせてやったのは誰だ。将来を心配してやってるのは誰だ。 将来を心配してやってるの。嘘。ねえ、かずみ、お父さんに謝ろう。お母さんはいいの。ムカつかないの。女子高生って話の分かる女性って楽しいんだよ。もしかしてあんたの人ですね。何がおかしいんだ。というか、娘にバレてるなんてやっぱりどうしたらいいの、あの人。あんたの親父 知るつもりなんだろうけどさ、本当は私が遊んであげてるだけなんだよ。自分が若い子に人気があるって本気で思ったんだもんな。あいつらの顔と本名を知りたかった。それが分かればあとで会いに行けるじゃん。だってどうするつもりだったの。殺そうと思った。許せないの。何がネット家族よ。絶対許せない。泉ちゃん、 被害者にしてしまったのも、だらしない大人だ。すまない。私、そんなに嫌な子だったの。他の人と取り替えたくなるほど嫌いだったの。 いいね。